Is. that's when you reach down into a hole somewhere there's a king brown snake waiting there there's a king brown snake waiting there hi i'm les stroud creator of survivor man and welcome to this session of training and tutorial videos from sony creative software now these sessions are designed to show you the techniques and the tools you need to survive your next video editing sessions the same tools that make sony vegas pro software an integral part of my own production studios now these tutorials are meant to not only help you survive, yeah, a simple little acts like this that get you in the most trouble. your next video edit, but also help you refine your craft. (Mu <music> この videoでは Veガスプロ9で追加された新しい機能を紹介します. 新しい機能では日々の編集作業をより効率的にするためにさらに多くのファイルフォーマットをサポートしていますまずインターフェースが目に優しい暗めの色になっているのはすぐわかると思いますそれでは今までで最大のアップグレードで加えられた主要な機能を見ていきましょうインターフェースで追加された機能は色だけではありませんデフォルトのレイアウトにトリマーウィンドウが追加されています このチュートリアルのシリーズでもソースウィンドウの回で Vegas Pro 8.0C のトリマーウィンドウの機能強化について説明しました。その回ではクリップを素材ウィンドウに読み込んでインテンとアウトテンを追加しその範囲をタイムラインに読み込むという昔ながらのスリーポイント編集を好む人のためのトリマーウィンドウの使い方を説明しました。 そのワークフローをさらに簡単にするためにトリマーウィンドウが全面に配置されています。以前のバージョンではビデオプレビューウィンドウで再生されていたファイルがトリマーウィンドウで再生されています。さらにデフォルトのレイアウトではエクスプローラーウィンドウの代わりにプロジェクトメディアウィンドウが配置されています。これでプロジェクトの素材がすぐ見られるようになり、特にキャプチャーもしくは転送した素材をプロジェクトに読み込む際は便利でしょう。 プロジェクトメディアウィンドウに素材を読み込んだ後はファイルをプレビューしたりタイムライン上にもしくはトリマーウィンドウに配置したりできます。もちろん今まで通り Vegas Pro のインターフェースは自由にカスタマイズできます。もし前のバージョンのようなレイアウトや色合いにしたい場合でも簡単にできます。ではもう少し Vegas Pro9 のウィンドウについて紹介しましょう。 デバイスエクスプローラーウィンドウは s y s カードに保存された XD カム EX カメラやカメラのハードディスク内の AVCHD の素材を簡単に扱うことができますこのウィンドウではソニーのクリップブラウザーやカメラに付属している他のソフトウェアを使わずに素材を読み込むことができるようになりましたデバイスエクスプローラーを開くには表示メニューからデバイスエクスプローラーを選びます このウィンドウでは SIS カードや AVCHD のハードディスクなどのデバイス内のファイルをプレビューしながら必要なものだけをコンピューターに転送しプロジェクトに追加することができます。Vegas Pro 9ではエンコードや変換作業をしなくてもこれらのデバイス内のファイルをネイティブで扱うことができます。これでさらに簡単なワークフローを構築できるでしょう。 XDCAM EX ファイルのサポートだけでなく、他にもいくつかの重要なフォーマットのサポートが強化されました。一つ目に Vegas Pro9 ではタイムライン上で RED1 のファイルをサポートしています。RED カメラで撮影された R3D のローファイルをそのままタイムラインに追加して、他のクリップのように編集できるようになりました。Vegas Pro9 では R3D ファイルの最高の解像度である 4K ファイルを扱うことができます。 一旦 r3d ファイルをプロジェクトメディアリストに読み込めば、そのファイルに関連したメタデータを変更できます。そのため、r3d ファイルの最高の解像度を扱えるだけでなく、撮影の時にカメラでメタデータを設定するのと全く同じようにメガスプロ9の中でレッドワンのローファイルのメタデータを扱えます。